ブレーが、うん、すごいのかかる。八甲田ツアーが、うっす、どうもどうも、今日はツアー行きました。はい、青森ツアー、青森ベイブリッジツアー行きました。そして向こうにあるのは八甲田丸です。すごい、じゃーん、本日のすそうです。すごいね、これ NHK の人より。これ入っていっていいのかっていう。あ、ちょっと上だ。上。あ、上から受け付けますか。まあ、通常の滑走パレード様子ですか。ミスが行って、日曜で、ミスが行った。広野さんも来てるからね。あと誕生日じゃん。これって、23、3年前だ。若い。一緒ですよ、これ葛西市、あ、こっちが青森市長、うん、熊熊部の市長、青森市長の県、県庁、七時七時この人ヤクザぽいねぽいよね。こうか、一応だよ司令さんか、皇太子かって。同じ誕生日。同じ誕生日。同じ誕生日。バカだよね。うわ。ラセラセラセラ。40年前だった。なかなかね、こう すごいね、金魚かわいいね、金魚なんだ。ラッセラーすごい、ラッセラThank you.
これだと光が届かないので、ね、どうしても真っ暗になってしまうんですよ、うんねうん、そうなると限定されてしまうんですけどこれでもいいですこれでいいですこれここがいいか、ちょっとお借りしてもよろしいですか、あ確かにすごい、そしてお客様がすいませんもっと前の方に来ていただかないことにははい、そのあたりで、はい、ではでは、お写しいたしまーす、コースこんな感じですか、あ、コースか、大丈夫ですか、 OK ですか、ありがとうございます、これでもちょっと暗いかな、あ、そうですか、はい、こんなことしてるとまた言われるね、会社の人だ、いやいやいやもう会社クビになったらいいか、5分ちょいかな、11時から白い大きな壁がスクリーンとなりまして、今展示してあるやつの一連の夏に実際に起こした大型展示会、お待ちの予算が10分間ほど用意されますので、こんな感じ、あそうです、せっかくですから、これかぶったよ俺も18年前、あ40年前に40年前これかぶりましたよ、いや今プラスチックなんだ、前全然違う、違うんですよ、今もわらでできたものが、ですよね、ただ館内に置いてあるのはどうしてもね壊れやすいということで、ね、プラスチックで申し訳ない、うん、そしてこちら前後ろがあって、前後ろがですね、これは前ですね、来られた方が前になります、前これは前ですね、懐かしい優秀賞ですね、それをかぶっていただいて足をちょっとこう上げていただければ、かなりここのチャプターを押すと、うん、ポト押すと写真撮れるあ、マジで、撮れてるのこれ、おっしゃる撮れてるの、データで下げるなってんの、録画しながら写真を撮る、あいやいや、シエさん、シエさん4人でここ並んで撮ってもらおうよお姉さんに、あ、お姉さん写真撮って、いいな、これ写りながらここ押せば撮れるんだって、あ、じゃあこれは明るく撮れますかね、はい、ではお写しします、あ、なってます、ただ暗いんじゃないかなと、顔が暗いね、きっと顔が暗い、影しか、うん、来年レプタイ出れる、これで、え、今年でしょ、あ、今年かやっぱ通りたくなるでしょ、なる、雨や止みました、雨止んだ、明日いいんじゃないの、明日これ明日雪みたいな、雨降りの後だと最高なんです、あの A ファクトリーとか行かなくていいですか、あー A ファクトリーがいいね、天気もいいし、行くか、俺長靴だけど大丈夫じゃない、恥ずかしい、卵を取ってきました、今日取れたての卵を取ってきましたありがとう、裏回って表ダメダメなんでそっちから入ってくれるのなんて、あ、エファクトリー行くの、あー、じゃあ超今走ってこなくてよかった、あー
青森駅ですね。でここがいつもねぷたの時にお店が出てます。これからいい音色です。歩いてたんですかね。